こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、香川一福さんに行ってまいりました。こちらのお店は、おうどん屋さんなんですけども、もう大人気のおうどん屋さんで、もうランチ帯にはもう行列もできる、そんなお店となっております。ここのお店のカレーうどんが、東京一美味しいという方もたくさんいらっしゃる、そんでぐらい、カレーうどんが美味しいという評判のお店でございます。今回 YouTube の撮影の許可いただいたんですけども、店内の撮影の方が禁止となっております。食券制となっておりまして、メニューの方は外にあるので、それを見てから入るのがいいと思います。それではご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらが外に貼られているメニュー表です。うどんの種類はレギュラーメニューが6種類で、冷たいのか温かいのかを選べます。その他トッピングや天ぷら、ライスやお酒の方も置いております。本日はもちろんカレーうどん中盛りでチョイス。大きめの器にひたひたに盛り付けられたカレーがうどんを見せさせず、もちろん追加でライスの方と卵をチョイス。カレーうどんには出汁もついてきます。それでは本日もいただきます。まずはその覆い尽くされているカレーの方から、一口食べると濃厚な旨味で本日もうまし。しっかりコシのある麺の方を持ち上げてみると、カレーの方もきっちりと絡まりつつ、口の中に広がる小麦とカレーのスパイス感、後味にほんのり甘みが、初めからついてくるバターの方を徐々に溶かしつつ、さらにバターの風味やコクをプラスしていく。カレーの方は出汁感はなく、どちらかというとコクや濃厚な味わい、旨味で押してくるタイプのカレー。もはや美味しいカレーなので、ライスの方をそのままダイブしていただけちゃう。トッピングしておいた卵の方は中盤以降でライドオン。濃厚でコクのあるカレーがまたこの卵のまろやかさとベストマッチで、カレーのついた卵をそのままでもまさに美味な卵。ちなみにカレーの辛さは中辛くらいです。その美味しい卵をライスの方に乗せちゃって、そのままライスと卵を最高の TKG でいただいたり、最後にその麺をすすり切ると、残ったカレーの方に一気に出汁汁を混ぜてみて、そのまま出汁汁感がアップさせていく方法。カツオの風味が一気に増し、どちらかというとこちらの方がカレーうどんっぽいチェンジに。お好みで途中から出汁を足すのもありだと思います。うどんから出汁、そしてカレーに至るまで、まさに美味しいの詰まった一杯。東京一の言われるゆえんが分かりました。本日もごちそうさまでした。麺もカレーも美味しい。もちろんね、カレーの方は濃厚で、それでいてこってりしすぎずにコクのある、しっかりとしたカレーうどんなんですけども、うどんの方にもしっかり絡みますし、うどんの方もコシのある本当に美味しいおうどんがいただけます。そしてバターの方もね、入ってて、食べていくにつれて徐々に溶けていく感じもなかなかこう楽しくて、混ぜていってちょっとコク楽しんでみたりだとか、バターの風味楽しんでみたりだとか、できる、そんなカレーうどんとなっておりました。ライスの方もつけたんですけども、もうライスの方、そして卵の方もつけまして、そちらで一緒にいただいたりですね、備え付けの出汁が、来るんですけども、そちらで最後残ったカレーを出汁で混ぜて、またそれでライス食べたりだとか、そのまま、出汁の感じで楽しんでみたりと、いろいろ楽しめる、そんな一杯となっておりました。いや、さすがね、美味しいと言われるだけあって、もう何度も食べたくなるような、しかももうおうどんが美味しいんで、他のうどんも食べたくなるなっていうような、そんなお店でございます。ぜひね、皆さんも行ってみてください。はい、というわけでカレーに取り組む生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。